フィッシャーマンズは先週に引き続きねちょっと先週ねなんかちょっとほらクラムチャウダーね、うん、食べて食レポしようと思ったらさ、はい、ちょっとあのボート食べたらさ、うん、ボート乗りたくなっちゃってさそうそうボート乗っちゃって食レポなかったからねHurry, hurry, come one, come all. Still got tickets available for the 340 Golden Gate Bay cruise. You know you want to get on the water today. It's beautiful. Full bar, snack bar. どうぞ。また釣られていくぞ。すぐ。おい、戻ってこい。そんなにうまい。そんなにうまい呼び込みでもねえぞ。すいません。じゃあちょっと今日はね、立ち切って、はい、立ち切ってあの、わあいいんだよ。あいつはやってんだよ。すいません。ちょっとこういうの3回はやらないと。あ、そういうことなの。そういうもんなの。なんかそういうものかな。そういう身に染みてるやつがあるからね。今日はですね、はい、そうちょっと頑張ってね、はい、あのボート乗らずに、はい、あの。おい、おい、捕まるぞ。すいません。あ、これですね。Oh yeah! クラムチャウダーをね、パンの中で入ってるやつね。これをちょっと食べないと。話にならない。もうボート乗ってる場合じゃないんだよ。あんたですよ。お、かわいい、かわいいね、ここね。え、どこで並ぶの？ここから。こっからだ。はい。じゃあ並びましょう。じゃあ並びましょう。わー、なんかかわいいんだけど。お土産ですか？お土産。いやー、かわいい。俺もここにね、こう。太いお土産が。それ、飲み上げだよ。お土産だよ。だって、ここ来たか、今日も。今日も飲んでんのか？ 2 本あれ、今日も、すいません。今日も、朝から。なんで来てんだよ、朝から。なんだよ。あの、お刺身と、ビールで。お刺身何それ、何あの、昨日から買ってんですか？そんな、一日前の、お前、刺身食えるかも。はい、じゃあ、今日。今日朝散歩がジジイか俺は散歩でマーケットに行ってですねお刺身を買ってきて食べたという酒飲みながらあーかわいい結構まあでもこのロケではねちょっと見せるだけで買わないんですけどねいやえでも結構ここのグッズこんなに使ってて知らなかったかわいいじゃんえーパンのパン入れるパン入れるハイレビフなんかわかんないおい何言ってんだよちゃんと喋るよおい酔っ払ってんのかおい私は飲んでないですよ酔っ払ってんだ自分だよシラフでシラフでグダグダじゃねえかおいどうなってんだよやだちょっとかわいい、やだかわいいあれ何たったらーおいビールもあるじゃないですかさらに飲もうとしてんだよギャラたぶんカメもいるクマもいるじゃんあそう作ってるの見せてくれるからねああんなさなんかクジャクみたいなのあれあれじゃターキーだターキー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 ターの特徴はこうやってパンを作るのを見せてくれるところですここにはパンを作る工程を見せてくれるツアーもありますWe'll be right back.
っとね、このいよいよのクラブチャウダーをちょっと、またその前にじゃあ乾杯ね。はい、はい、こっちはアイスティーですけど、じゃあ果たしてこの地酒のシエラネーバーだ。乾杯。イエーイ。わあ嬉しい。このようにですね、この、うん、この沢道ですね。沢道をなんかくり抜いてね。それちゃんと説明した方がいい。沢道が、沢道がサンフランシスコ発祥のパンです。そうです。酸っぱいんです。ちょっと酸っぱいですよね。さあ、それじゃあちょっとね、わあ。ちょっとこの食レポ、食レポ下手くそだろうな。ちょっとね、これはね、なるべくあの底の方のね、沢道を、ちょっとこうえぐるんですか。えぐりながらちょっと沢道入れてます。おお、なるほど。はい、それじゃあいただきます。ボボー、出た。スープはやっぱりね、大人といてない。でもさ、あんたそんな沢道を削って食べてたら、うん、穴が開いて漏れちゃうじゃねえか。あ、そこか。自作じゃないの。あ、やっぱ美味しいわこれ。まあ、あ、本当だ。クラムチャウダーって言えばね、ご無事って言ったけど山本リンダだからね。リンダ山本。え、なんで山本リンダ。歌出したよ。何、クラムチャウダーみたいな。クラムチャウダーデートに誘われて、すごいムリがある。デートで行ったんだよ、クラムチャウダーのために。すごいムリがある。じゃあクラムチャウダー食らっちゃうな。あったよ、それ。ムリがあるやつを2連発も。あまりにもくだらなすぎてな、お腹が下っちゃうだ。ここはちょっとつまんどいてくれる。いや、つまんないよ。そのまま流すよ、編集しないで。カットしてて。わっ、もうじゃあこっからやり直し。もうやり直さないよ、全然やり直さないよ。何こうやってこうやって続けてんだよ。これ直さないよ、ずっと続けてんだよ、ここは。みんなクラムチャウダーっつって。クラムチャウダー。あったよ、それ。クラムチャウダーだって。いやだ、がっかり。それさ、ここでやってさ、ちょっと聞きたいんだけど、先週ちょっとクラムチャウダーさ行くつもりだったじゃん、それで結局船乗っちゃったから、クラムチャウダー食べなかったけど、うん、もしかして1週間温めてたダジャレですか、それ。いや全然、さっきお刺身食べながら飲んでたら思いついて。酔ってる時の判断って間違ってるよね。そう、今酔ってる、世の中に出しちゃダメなやつ。今酔ってるから分かんねえんだよ。ちょっとカットしてみて、ここは全然カットしてみて。ずっと流しっぱなしだよ。リンダ困っちゃうじゃん。おい、じゃあ取りますよ。いいよ、取らなくて。恥ずかしいんだよ、食べてるとこ見られるの。おいへー。なんだ。食べた後はピア39に来ました。来ないからね、地元に住んでたら。そう ザ観光地ですよ。観光地だよね、ここは。観光地とか観光スポットとか。ああ、そう。何もね、あの引っ越してきた時とか、友達が来た時はね、この辺りでなんかいろいろ食べたりとかしますよね、やっぱり。あとなんか変なさ、手品屋さんがあるの知ってる？なんか手品やってくれるお店あるの知ってる？手品なんかマジック屋みたいなのがあるんだけど、マギーシローとか出てくるの。そうおい。あのね、縦がね、こうするとね、横になるんだよね。なんでサウナーシスクって茨城県だよ。あ、
っとお店は閉まってるけど、なんかいい感じですね。あ、なんかここ来るとなんかちょっと地元で行く旅行来た感ある。以前に比べると人は少ないですが、それでも人が歩いていたので一安心。前回の火星さんの正解者を発表したいと思います。イエーイ。誰この人？彼氏です。ジョニー？ジョニーです。ボブ？ボブのやつジョニーです。ちょっと不倫してる彼、うん、ちょっとね、なんかちょっとつくりがね、ボブより髪の毛ふさふさだから、ね、やめろそういうこと今。ちょっと減ってきたんだよ。はい、じゃあ次ですね。前回の火星さんは、ドルル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 ルすごい。4課生さんっておっしゃってたので、ちょっと正解率 99%。 はい、 99% です。はい、それでは行ってみたいと思います。行ってみたいと思います。トムトムラムさん、ミツ池の屋さん、ケッコロさん、ちょうど1年前にさん、ケイキッドさん、 SP さん、ニャニャーニさん、里江森川さん、ハルボボさん、ナニーロさん、ユンコロさん、アースジャミロさん、若林貴子さん、ミホサワさん、クロンのヌシさん、ノッチさん、リオ SND さん、中川かおるさん、福里さん、あやぴょんさん、黒ゆかさん、東ジャパンさん、あずみウォーリックさん、飯田まちさん、さくらさん、メカルケンさん、わたまささん、タックラットさん、くまくらゆみこさん、うさおさかんさん、なつさん、トーマスさん、 GRCN04HCCCNGOJP さん、マンチキンマンチキンさん、松本のりこさん、村上涼子さん、エリーエイチさん、ことださん、ラブコメ JJ77 さん、ジャックラドンさん、後藤大河さん、陽子 Y さん、ミカミカ M さん、トミーユーさん、ジュンコリバータインズさん、メリオコーポレーションさん、ミツリッツさん、藤山桃さん、スジリンさん、赤い金魚さん、モーチャンネルマルチーズボーイさん、 HKK さん、ビール大好きさん、カバママさん、ミモさん、ゆうのりさん、ゆめさん、ジョージ&Mさん、ニコサムさん、ゆう
子、高山さん、エリックちゃんさん、チャンネル OK メイさん、山野春子さん、ミーネコさん、ミミネコさん、レアユウコさん、ユウコイスさん、ケイさん、ドルコさん、ヨッピーさん、エイコーさん、そしてさくらさくらさん、サッカーキリエさん、本気でヒールザワールドさん、そしてあなたいつもフレンチオハグさん、スズメピオさんちょっとまた面白いお名前がね、ドロンパさん、谷川千鶴さん、もうちょっとあります。まだあるの？簡単すぎなんじゃないの？こっちだ、こっちだ、ミミユウさん、クッコちゃんさん、メイコオレンジさん、マオリュウカさん、ココ佐藤さん、プリンミカンさん、クークーさん、トーイトーイさん、ネコハチさん、ポポッコさん、アイユノさん、トバリトキエさん、インナーバーグジュッキーさん、エアカシーさん、ジュンジュンさん、ミントミキさん、そしてゴリラーさん。ゴリラーさんちょっとね外しましたが、でもまた頑張ってくださってます。チコの部屋さん、ユウコ王さん、セレンさん、三村ひろかずさん、ロジーさん、中村久美さん、トラトラさん、岡田真紀さん、これで以上かな。フレンチおはぎさんでね、いつも笑ってしまってすみません